はい、こんにちは、レトスの小野です。4月4日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。高い基準を持つ。今日2ページ勉強しようと計画したとします。そしてやってみたら2ページは、まあ、楽にできましたと。じゃあ翌日は3ページやろうっていうふうに計画を立てるんですね。つまり2ページは楽だったから1ページ増やそうってことです。目標について1ページプラスアルファさせたってことですね。すると少し辛かったけど3ページできましたと。じゃあ翌日は4ページやろうってまた基準を高くします。すると相当しんどかったけど4ページできましたと。じゃあさらに翌日5ページやろうと計画します。すると頑張ったけど4ページまでしかできなかったと。そしたら毎日の目標っていうものを1日4ページ勉強するっていうふうに基準を持つんですね。もともと2ページという目標だったけれども、1日を有効活用すれば4ページはできる。これが分かったんですよね。だからそこを基準とするわけです。もちろん試験勉強は長丁場になります。時には2ページしかできない時もあると思います。それでも毎日4ページ、これを目標にして勉強を続けた方が、3ヶ月後、6ヶ月後考えたら、初めの目標1日2ページを続けるよりも勉強量ははるかに多くなります。基準を高くすること、まだまだできるはずです。今日も一日頑張っていきましょう。それでは本日の3問に入ります。10年間所有の意思を持って、平穏かつ公然に他人のものを占有した者は、その所有権を取得する、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文をご確認ください。で、まず平穏かつ公然にと。これどういうことかっていうと、まあ、平穏っていうのは、まあ、暴力によらずっていうイメージですね。暴力によって、その土地とか、建物とかを、まあ、占有しているっていうのかな、使っているとかじゃなくって、もう自分のもんだと思い込んで、暴力とかにもよらずに占有していると。で、さらに公然にということなので、別に隠してもいないと。もう公な感じで、隠さずに、人のものだけども、自分のもんだと思い込んじゃって、使っている、占有していると。そういった場合、所有権を取得する丸か×かという問題です。で、答えは×なんですね。これなぜかというと、ルールが2つあるんですよ。1つ目のルールっていうのは、占有者が占有を開始した時点で善意無過失の場合、つまり他人のもんだと全く過失なく知らない場合、この場合は10年経過することで、時効を援用して所有権取得できるんですね。時効を援用するってどういうことかっていうと、10年経過したから、もうこれ自分のもんですよっていうふうに、まあ、主張すると、権利を主張する。まあ、これが時効援用をするということなんですね。で、もう一つのルールっていうのは、悪意もしくは有過失だった場合、つまり占有者っていうのが他人のもんだと分かっていて占有していた。もしくは他人のもんって分からなかったけども、それ落ち度あるよねと。知らなかったとしても、それは落ち度がある。過失がある。そういった場合っていうのは20年経過しないと所有権を取得できないんですね。つまり一概に10年間所有の意思を持って占有したと。したとしても所有権を取得できるとは限らないということなんです。この青文字の悪意もしくは有過失だった場合は10年経過したとしてもこれ、自己取得できませんので。だから答えは誤りだというふうになります。で、問い2ですね。宅建業者 A が地主 B から B 所有の土地の売買に関する媒介依頼を受けた場合、A は B に対して国土交通大臣の定める標準媒介契約約款によるものを使用しなければならない丸か×かという問題です。これは誤りですね。国土交通大臣の定める標準媒介契約約款、これは別に使わなくてもいいんですね。で、この標準媒介契約約款っていうのは、国土交通大臣が指定した売買契約書のひな型なんですよ。で、この約款っていうのは非常に細かい内容なんですね。言い換えると、法律で定められている記載事項ってありますよね。売買契約書の記載事項よりももっと細かい内容が書かれているんですよ。なので、まあ、これを使った方がいいですよっていうふうに国土交通大臣は推奨はしているんですけれども、まあ、これを使わなかったとしても違反にはならないということです。つまり別にこれを使用する義務はないよっていうことですね。ただ、媒介契約書の記載事項の中に、その媒介契約がこの、標準媒介契約約款に基づくものであるかないかっていうものは記載しなければいけないんですね。だから、この約款使わないっていうのであれば、
約款に基づくものではないというふうに記載すればよいということです。で、問3ですね。勘違処分は、施工者の勘違計画において定められた関係事項を広告してするものとされている丸か×かという問題ですね。で、今回の問題は、広告して行うものとされている。この広告が誤りですね。答えは、これ通知。これが正しいです。勘違処分っていうのは、施工者が関係権利者に勘違計画において定められた内容を通知して行います。で、広告っていうのは、まあ、広くみんなに伝えるって話なんですよ。つまり、この関係権利者以外の人にも伝えるっていう形になるんですね、広告だと。で、そうじゃなくて、関係権利者に直接通知して、この人たちだけに、お知らせをするんだ。これが正しいんですね。で、まあ、これについてはね、知ってる人も多いと思います。つまり、勘違処分は通知して行う。まあ、これよく、出題されるポイントだから、ここを覚えてる人は多いけれども、関連ポイントについては覚えられていない人も多いんですね。で、個別指導についてはその点について理由をつけて解説していきます。まあ、単に問題が解けるだけじゃなくて、ちゃんと理解すべきところを理解する。関連ポイントを一緒に合わせて覚える。まあ、こういった勉強をしていかないと、なかなかやっぱ点数って上がってきませんし、やっても忘れる、やっても忘れるって、やっぱね、辛いんですよね。そういう勉強をしてると。やったらやっただけ点数上げたいじゃないですか。で、そのためにはやっぱり理解をする。関連ポイントを関連付けて一緒に覚えていく。っていうことをやっぱりやっていかないとなかなか難しいので、もしね、あなた自身でできないっていうのであれば、ぜひ個別指導ご検討いただければと思います。個別指導の動画については、左上の動画からぜひご覧ください。今日も最後まで動画ご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。